どうもこんにちは、ふつ太郎日記です。今回は一人での撮影に限界を感じていたので一人スタッフを雇いました。スタッフの車にカメラ取り付けて走行動画を撮影していきましょう。いや、自分の車が動いてるのが見れるってやっぱりいいですね。もっといろんな角度で撮ってみたいですね。この辺でちょっとオープンにしてみましょう。木はオープンカーに適した季節ですね。